Let's try. ああ、それね。ああ、初見だ。ああ、難しいね。初めてクラスの楽器を使ってますか、うん、なんか今初見演奏してます。ああ、なかなか難しいですな。なかなか聞けない、あの選挙師さんによるこの初見演奏そんなことがあるのかっていう珍しいケースです。これは これはなかなか珍しい演奏珍しい演奏ね。これなかなか聞けないね。今すげえ貴重なものを聞いてるかもしれない。そうですすごい素晴らしいね。初見で弾けて初めてねえ、まあさ上手ですよね。初見でここまで弾けたさあ初めてでね。本当素晴らしいですね。Yeah, you don't need it. Like usually one is D7 and just play the D normally. コードが書いてあるんですね。Yeah, that's D.コードがあるとまだ弾きやすいですね。そうですね。そうこっちはあんまり考えなくていいですかね。こっち側そうですね、うん。コードの方がすごい、ね、そう弾きやすいですね。普通のピアノだと何がこっち側そのまま音符で書いてあるから全部当てなきゃいけないので難しいんですよね。コードの方が綺麗。そうですね。うん歌うんですか。そうですね。じゃあ実はね、イエス・キリストについて、うん、書いてある、うん、賛美歌ということですね。あ、なるほどね。賛美歌なんですね。音楽によって私たちは礼拝するということです、うん、そうですね。ここはな賛美歌とかあとはゴスペルフォークソングとか、うんうん、そうですね。よくありますよね。私はこれ聞くときにすごいいい気持ちを感じます。そうですね。ちょっと宗派が変わっちゃうんですけど、カトリックで昔もうすごい大昔の人だな、はい、あの作曲家でブルックナーっていう人がいるんですけど、ご存知ですか。ブルックナー、まあ作曲家いっぱいいる、まあ、あまり有名じゃないんだけど、ただ作品はすごくて、今年はね生誕200年なんで、まあ作曲家のブルックナーっていうのが、うん、まあ後で調べてみて、はい、やっぱりね彼の曲っていうのは非常にやっぱりすごくて、もともとオルガニストなんですね。やっぱりカトリックなんで、ね、でやっぱりカトリックってやっぱりオルガン弾く人が多いんで、そうですね。で、すんごい上手なんですよ。当時まあもう200年、まあ200なら以上前に生まれた人ですけど、でブルックナーが今年生誕200年で、まあ、全世界でやって、で僕実は今回戻って実はそのブルックナーの交響曲9番が演奏会があって、行ってるんじゃなくてそれ聞きに行くんですよ、うん、でさらにその翌日、うん、そう2日続けてブルックナーの今度は7番ブルックナーこれ偶然なんですけど、やっぱり、ね、多いんですね、うん、それくらいやっぱり響きが、ただ交響曲なんでオルガンじゃないんですけど、やっぱり、ね、祈りなんですね。普通交響曲って例えばマーラーって有名ですけど、うんうん、まあ言ってみればブルックナーの弟子みたいな人なんですよ。
だからマウラーの曲にちょっと近いんですけど、でもブルックナーの方が先輩ですからね、はい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 、だから響きとしてはあれだから、ちょっとねこう引き込まれるんですよ、こうなんかねオーラを感じる感じで、でマウラーは割とテーマを作るんですね、テーマがあってそのテーマのでこう弾いていくんですけど、ブルックナーってテーマないんですよ。で何なんだろうなと思ったら祈りなんですよ、全て共通なんですよ、全部の共通なんです。不思議、聞くとねこうなんかこうなんかこうハマっちゃうんですね。そういう不思議。 I have a harmonica too, by the way. Do you know what's the name?